長野県上身の地市名の町大技の尻、新潟県妙高市大技関川の関川に架かる国道18号妙高の尻バイパスの橋長902メートルの桁橋。主景観部の PC7 景観、連続箱桁胸部延長638メートルは PC 連続桁橋として桁長が完成当時日本最長であった。阪神、淡路大震災の教訓から、 耐震性向上のため師匠はすべて水平力分散型ゴム師匠を採用している。主計幹部は P7 を除き P3P9 橋脚が入末地区計算工法が採用されている。その他の基礎は P1 及び P2 橋脚が場所打ち食い P7 及び P10 橋脚が深いしずえ食い A1 及び A2 兄弟及び P11 及び p12 橋脚が直接基礎に寄っている。主景観部については、片持ち仮設工法が採用された。新越大橋は、景観に配慮して建設され、架橋地点は、妙高山の眺望が良く、妙高山周辺の撮影地点として、写真家に用いられている。旧国道18号の赤川スノーシェット、新越大橋が開通する前は、国道18号県境辺野は、降雪や、 路面凍結などによるトラブルが頻発する難所であった。特に、長野県側の赤川スノーシェッドでは、ヘアピンカーブ、急勾配、福音競争により交通障害が多く起こっていた。新越大橋の開通により、円滑な交通が豪雪時においても保たれるようになった。ありがとうございます。